はい、どうも、こんにちは、ヒカルです。マインクラフト実況やっていきたいと思います。今回は家作り。もうね、土台部分を今回構築したいなと思ってまして、その前にちょっと、田んぼの、ところのここに水、ところ歩けるようにした方が。あれ？あ、そう、上に置かなあかんから、だから土をだからそこに置いて一回。そうなんですね、これから作るんじゃない？流れが。いけるそれ。ほら。あかんねそれ。なんで？それはあかんやろ。水がなくなるで、それしたら。それしたいだろ。俺したことあるもん、それ。わかんない。上に置かなあかん、それ。上に置くってどういうこと？だからそこの上やって、水の。なるほどな。あー、そういうこと。バケツで無限水源にせん。あー、そういうことね、オッケー。はい。家か。家よね。バケツ。まあ、家作りは、大事だからな。ミスター。いや、もう多分、普通に土を一回一番最初のマスに置いて。いや、その人でも分かるよ。やり方分かっとる。前さ、彼女との、マイクラも、それ作っとったの。しかも、その、彼女その、家、なんか持ってきたがるけど、やってないからね、まだ畑作りしか。あ、畑作りまで。こういうなんか、そこだよ。聞いてこんと出なかったじゃん、その話題。なんか毎回出してくるけど。おっしゃ、ファインプレイ。ファインプレイじゃないやろ。いや、こいつはもう、これ。何も聞かせてへんねんから。最初の人は漫才の始まり方みたいな、どうもーみたいな感じのことやろ。こっちなんか、これ。毎回ぶっ込んでるんです。毎回ぶ、楽しそうやな、こっちゃん。彼女ってほんまええなっていう。なんか毎回。やっぱり、なんでかわかったね。こっちゃんが彼女おれへんから、彼女ってほんまええよなっていう、そういう目線なんじゃない？こっちゃんからしたら。こっちゃんじゃ、ほんまに。あ、じゃあ、俺に対してつけたみたいな。いや、つけてないから。こっちゃんに、ちなみにいつからおらへんの、彼女。ええ？じゃあ、いつからおらへんの、普通に聞いたけん、それも。いつからうん。どれが俺に、いや、忘れた。いや、覚えとるやろ、そんなもん、絶対。忘れたわ、マジで。じゃあ、前の彼女の、あれなの、別れてからどれぐらい経ったか全然覚えてへんの。え？もうそこはもう、一緒。これ自分のことに弱い、やっぱ。うん、自分のこと話せんね、人のことばっか聞くってどうなるなと思うけどな、俺は。いや、なんかあのタイトルとか、マジででも、うん、彼女おらん人、敵に回したな。回してんやろ、別に。いや、だから別に純粋に言っただけなんちゃう、それは。え？敵に回してんやろ、別に。ちょ、こっちはちょっとあれやったん。ちょっとおかしいな、思うな。いや、その時はね、なんも思わんかったけど。な、思ってんのかな。思ってんやろ、じゃあええやんけ、それもう。どっちやねん、ほんま。結構言っとこ、でも毎回むちゃくちゃなんですね。ほんまに。全然、矛盾しすぎやろ。気づいたっすよ。なんだったら、こっちは国語の授業で習った保護と盾の話、腰山でもいけるかもしれない、もしかしたら。ポコと縦の話、腰山でもいけるかもしれんな。だって矛盾しとるやん、腰山全部だ。ああ、まあそうやな。うん。あれってポコと縦の話やん。あ、ポコと縦やったな、確かに。うん。まあいけるやろな。言うたら最強のポコと最強の縦があって、なんかどっちも、どんなやつでも貫けるポコと、ああ、あったわ。もうどんなやつでも貫けへん縦があって、うんうん、あれ結局、どっちも壊れるの、確か。あ、壊れるのあれ。確かに、そういう落ちやろ、確か。結局、両方最強じゃなかったって落ちやん、確か。ああ。ちゃかったっけ、そんな感じの落ちやろ、確か。まあ、あれに近い話やわな、こっちゃんの話って、基本的に。大概矛盾しとるやん。まあ、なんでも矛盾しとるわな。ビーズのやつだって、全部 CD 持ってへんのになんか持っとう、みたいな。まあな、あれやん。ふうに言ってたやん、俺も。いやいやいや、めちゃめちゃこっちゃん、ビーズ好きな感じやんかなと思ったら、あんまそうでもなかったやん。いや、最新曲知らんのやろ。いや、最新曲言ってよ。最新曲とかそんなんじゃないし。いや、だから、いや、そんなんやで、ほんまのファンって。いや、そんなんやで、ほんまのファンって多分。マジでマジで。ないんや、オケ。そんな、なんか最新曲知っとったら一番知ってますみたいな、そんなんじゃないから。でも最初の曲も知らんし、最新曲も知らんやつに、俺ほんまのファンや思わへんや。ライブ行ったことある？にわかライブ行ったことある？いや、ライブ行ったことある？ええないやん、もちろん。ライブないやん、明らかにも。全然やん、もう。え、じゃあ、こしゃん、誰かのライブ行ったことある？ライブ？ライブ自体行ったことある、こしゃんで。あー。ないかな。ない、一回も。コンサートとか、うん。あんま、ないな。じゃあ俺は、今回、ちょっと、家を作るにあたって、2個の木を使おうと思うんて。俺思うんです。若干考えた。今後みたいな。で、だからちょっともうちょっと木がいるわ、これ。あんな、木集める。浮かしたいね、これ。まず浮かすための土台の部分に黒い木を置いこうと。思って。黒い木？浮かす。なんかその、なんだろう。頭皮みたいな。もうその地面につけるんじゃなくて、ちょっと浮かした感じで。ああ。まあまあ、俺ちょっと若干マインクラフトの動画なんか普段見えへんねんけど、ちょっと軽くね。ああ。コピー忍者の、かかしみたいに。パクったろもね。軽く。ちょっと、頭の中入れてと呼ぶ知識ある。パクるんが一番大事だからな。うん。みんなもパクり合ってあれ。みんなパクり合ってできたから。うまっていったみたいなあるから、やっぱり。自分、オリジナルとか絶対ないからな、ほとんど。マイクラ。誰かをやっとうかな、それを思ったの。ああ、なるほど。
そのアイディアでやって、その中で自分のアイディアを足していったら、そう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 、もうそれがオリジナルになるから。めっちゃいいものが。いや、作り方のその土台を、うん、俺はとりあえずもうちょっと軽く見て、まあでも覚えてんけどあんまりもう。まあ基本やっぱあれ実際やるとなったら、まあそうそうそう、全然違う。みんなでやっとったら、みんなメルカトル図法みたいな使っとんやんで、ほんまに。どこ行くやん、ほんまに。バスコダガマかよ、ほんまに。みたいな。お前これバスコダガマかよ、ね、実況者ほんまに。お前ほんまバスコダガマかよ、ってほんまに。バスコダガマとるまだあれやろ。旅しちゃうじゃん。マゼランか、ほんまに。思ってもんだ、ほんまに。どこのマゼランや、思ってほんまに。ワンピースかい、で。ほんまに。お前それ知らんやろ、マゼラン。マゼラン、ワンピース知らんやろ、マゼラン。歴史の人物やんけ、マゼランで。ほんまに。何した人っすか？何した人かもね、覚えてへんけど。なんか見つけたやん、確かあれ。旅しちゃって。それコロンブスやないかよ。いや、マゼランも見つけたはずだよ、確かあれ。ちゃうっけ。マゼラン、マゼラン見つけてへん。ちょっとあの、何？ウィキペディアで調べようか。ウィキペディア？ウィキペディア？ウィキペディアで調べるんですか？コシペディア？コシなの、なんも知らんないの、マゼラン。え？知らんの？あ、マゼラン調べるんですか？うん、調べてみて、さっき前さんがあの、まあまあ、なんか見つけた人って言ったな。前さん、いわく何か見つけた人って、マゼランを。え、でも、まあ、でも、いやでも、その、意見を言っただけは俺、コシは何も言わへん。まあまあ、それやん、なんかそう攻め立てようとするとこは気持ち悪いやん、正直。まあ、コシはだから、自分は何も知らんのに、一番知らんことが一番俺からしてる。逆にバカやけどな。知らんのやから、俺は知ったんやから、一応マゼランっていう名前を。こっしゃはそういう男やね。出てきました。どうやったマゼラン。フィル・ディナンド・マゼラン。うん。しゃ。あれでもなんか多分。その多分でも、こうやって言ってなかったら、前さん、なんか、あ、すごい。こいつがそう、あ、こいつが世界一周。そう、世界一周、そうや、そうや、そうや、世界一周した、そうや。世界一周か。バスコダマは、その世界一周じゃなくて、メルカトルを言ってもらおうか。旅をしたみたいに言ったやん、俺普通に。旅をしとった人みたいに。旅をしとったみたいに。いや、言った方がいい。普通に。いや、見つけた。プラス、何が旅をしとって見つけたみたいに言ったやん。でも、見つけてないですけどね。でも、旅をしとったのは確かに。世界一周。旅やら、世界一周って言う。旅をしとったら言ってもらおう。世界一周、多分初めてやった人やん、多分。ちゃん。多分そうは、ね。だから見つけとやん、ほら、その、見つけとも近いやん、言ったら。自分が知らんとこをバーって行きよったわけやん。コロンブスが見つけたんじゃなかったですか。まあ、コロンブスも見つけとけど、そのマゼランも多分見つけとる、それは。多分なんかを。世界一周しとわけやから、初めて。なんか見つけたら、それ。1、2、3、世界の回り方見た、見つけたわけやん。一周、一周できるんや、みたいな。6、見つけたやん、それは。8、9、10、11、12、だからそういう風に発見しとわけやから。16、17、18、19、20。もちろん。コロンブスが最初にアメリカに行ったんですね。あ、そうそうそう。確かそんなんやな。なるほど。あー、20、20、こんなんか。これを敷地にしようかなと思って、俺、わかったんは、いや、ギリギリセーフですね。普通に、言っと、あっとうやねんって、普通にも。見つけとんやんか。世界一周できますよっていうことを見つけとんやんか。それを。混ぜなんか。20。20マス。そうそう。いや、これな。結構でかいな。じゃあこれちゃん、家じゃないねこれは。これは家の敷地やねんって言ったら、芝生みたいな感じで言ったら。これはだから、その、分けようと思って、そこ。だから、ここをね、ここを。まあさ、ここに石を敷き詰めるわけよ。庭には庭、庭鳥がいる。だからこれがかっこよくなんねん。わかる？え、石なんや。なにこれ。五社の石。だから、考えたら、その、なんやろ、洋風のとこってさ、やっぱり、石やん。わかる？洋風その家入る前って、道から入って、そこから石敷き詰められたとこ行って。和風なんじゃん、それどっちかで言ったら。洋風というか。いや、洋風のとこあるって石、ほんまに。ああ。そう、俺そっちで、その、和風の方もあるけど、確かにそういう風の石じゃなくて。洋風な家を作るんやろ、まあ白樺やしな。そうだから、そこを狙ったわけよ。だからここ、一面に石突き詰めんねん。下、土台部分。あ、全部に？そう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 。それが、だから、全部なんこれ。そう、だから、家の下の床だ、床というか、その地面だけ、石になってますよ。そうそう、石になってますよ。低いから、床暖房的にあれけ。そっちの方が、なんかその、家が立っとる場所っていうのは、かっこええ。ほんまに。かけないかな、ほんまに。床暖房。だからまあ石って、なんか熱いよ、わけ。木のこたつみたいな感じで、こたつみたいな感じだから。だ、あっとうやん、床暖房や、だから。だからこれ、言ったら、平面サウナっていう、新しい技術なんやけど。平面サウナ。だから、どういうことやねん。だから平らんとこにサウナ置いとったから、そうだよ、言ったら。サウナやねん、これ言ったら、簡単に言ったら。ああ、サウナを、作るみたいな。そう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 。なかなか難しい技術なんやけど、これって。あ、なるほど。全部石じゃあ溶岩がいるんじゃない、それやったら。溶岩？うん。どういうことですか？だって、サウナ状態にしたいってやったら溶岩いるくない？いやいや、いらん。下に溶岩引いて燃やしとみたいな。石の下に。なるほど。溶岩巻いてよ。そうなんだよ。いや、すごいこだわりじゃない？でも、そんな家って。だから、それやったら、俺は、それを言うんやったら、ここの、どっかに、家の下部分だけ、ガラス張りで溶岩があるみたいな。若干見えとんみたいな、溶岩が。ああ。で、この、外壁のところはこれ、石なんやけど、
その家の、家がどっか建つわけやん、この間に。なるほど。家の下の部分だけ溶岩やん。だから家に若干隠れとるから見えんけど、若干よう見たら溶岩っていうか、その赤い感じの明かりが見えとるみたいな。だから、下から照らされとる家みたいな。ああ、ザライトアップされとるというか。そう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 。ああ、そう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 。この敷地があることで、その敵が入ってこへんなるようだろ。いや、それはちょっとよう分からんけど。あるやろ、そんな絶対。何のこと分からん。そのための敷地でもあるやろ、それは。なるほど。めっちゃお動物おんやん。ちょ、石、いる、欲しいな。石張りますか？石ちょっとな、いるわ。なんかもう、牧場も早く作りたいな、こいつら。右なかったっすけど、あの穴をこう、左から。全員書いたよ、この辺のやつを。その前なかった。あ、あれ、鉄あるやん。鉄あれ。ちゃんと入り口あるぞ、なんか。ええ、あ、なんかやばそう。松明。ちょうどよかった。大松明。ちょうど。松明行くか。よっしゃ。あ、狭いわ、でも。でもさっき鉄回収しようぜ。あ、ないやん、もう。鉄欲しいっすけどね、やっぱね。鉄でもさっき石が欲しいね、今。あ、石。石不足やね、ほんまに今。鉄もゲットした方が良くない？まあ、どうせまたここ来るからな。石だね、めっちゃいるもんだって俺。あ、めっちゃ、あ、確かにあそこ全部。そうそう、石が全部敷き詰めたから、めっちゃいるから、どうせ多分。多分もう、ここの石全部取るぐらいじゃない、多分。ここ一体の石全部取るぐらいじゃない、足りんから。やばいっす。ここ一体の石で。それ、それは、いや、やっぱそれいるってほんまにそうな。やると決めたら全部やるっての父親からの教え。俺な、中学校の時に、父親に、酔ったんで、俺に、俺消えたここの山チェーンソーでゴルフ場してまうぞみたいな。実話やからな、こしちゃん、これ、ほんまに。ほんま実話やからな、ほんまに。前さんも知っとうけど。まあ、知っとうけど。ほんまやからな。チェーンソーから知らんけど、まあ、そのゴルフ場を作ろうとしたところは確かに。いや、チェーンソーでほんまに。チェーンソー一本持って、一人でやばいって言ったから。俺、あんな言うからず見たことないもん、ほんまに。俺、今まで生きてきて、後にも先にもあの一人だけ。ほんまに。かっこよすぎた、ほんまに。こいつもう男やなぁ、思って。チェーンソーで。まあ、すごいわな。行動力に関しては俺もすごいと思うもんな。やばいで、ほんまに。えぐいっすね。だって、ユンボの使い道ないのにユンボ買おうとしとったからな、一回。買おうとしとった。ユンボ欲しいんや言うて。家族全員に果たされて。いや、いらんやんじゃん。何のために使うねんみたいな。ええか欲しいんや言うて。ごじゃやからな、やったこと。ごじゃやな。で、そのちょっとあとユンボの後に何が欲しいなって言ったら、こしゃん。これが欲しいなって、いきなり。これ欲しいんやみたいな言い出して。何使うみたいな。なんだろ、これ欲しいんや、みたいな。もう、プラモデル買う感覚で小屋買おうとしてんて。もう、何千万の買っちゃう。買い物や。やばいって、お前やろうことしよう。やばいっしょ。絶対高いっしょ。いや、だからやばいって言ったことがほんまに。そう、高いです。しかも、めっちゃ、めっちゃおもろい話してんて。俺が当時から、なんかその、天才やったみたいなことを父親、俺の弟に言うてんて、俺も天才や、みたいな。うん。それをなんかその、自分の知り合いの、その、社長に、土木系の、井村土木工事っていうところの、社長に、それを言うみたいな。結構、姫路で2番目ぐらいでかいところの造園らしいんけど、調べたら出てくると思うんやけど、そこの社長と会うために、俺のことを、めっちゃ言うらしいんで。言ったら、その社長が、俺のこと見たことないのにな。その社長も、いやあいつ天才やな、みたいな言うらしいんで。その話を何回も聞かされて、俺もやっぱ天才やなって思わされて、俺も浮いてきたから、ほんまに。よって。俺のこと見たことない社長が、俺の天才やと言うらしいんで。確かに俺も聞いたことあるもんな。いや、何回も見たよ、ほんまに。その話よな、ほんまに。やばい。やばいかな、ほんま言ったことが、ほんまに。会ったことないのにってやばい。うん。確かに、俺の、その、親は、ほんまに、ぶっ飛んどる思うで。な、ぶっ飛んどるな、考え方自体は。やばいな、ほんまに。やろうとしたことやばい。めっちゃおもろい。だって、俺が、なんか、切れて機嫌悪いときに、多分俺の機嫌取ろうと思うんだよな。俺が当時、その野球とか、そのソフトボールつけたから、ウィンドミルの練習とかあったんで、ウィンドミルの。結構難しいね、あれで。ピッチャーの。あれ、コントロール結構定まらへんもんやん。やっぱ初めてやったら。難しいな。難しくて、その練習しとった時に、その受けるやつおれへんかったから、この壁にぶつけてやっとったんで。その時に機嫌取ろう思うんだよな。今からちょっと三沢山っていう山があんねん。その三沢山行って、もうキャットしてあるからみたいな。おも投げたらええかな、って言ってたんで。ほんで、俺はマジでみたいな、受けてくれるやんみたいな感じで、ミサマ行った。ミサマ行ってて。で、ミサマってごちゃ広いんで。めっちゃ広いな。ごちゃ広いね、ほんまに。ごちゃ広いけど、やっぱ俺なんかそのなんだやろ。そのフェンスとかないねん、ミサマって。もう後ろがそのなんだやろ。ああ。もうその、野球とかするために作られたあれじゃないから、ミサマって。グランドやけど。グランドなんやけど、もう、その壁とかもないから、後ろボールそらしたらごっつくなるわけ。ほんまなるで。いや、ごっつくなる。だから、しかもその溝があって森になったわけ、もう奥らへんが。だから、端っこでやったら、絶対にその森の中行ってまうと、ボールが。そうやな。だから、もうグランド真ん中でやるみたいな。真ん中でやらへんかったら、その、大変なことになってまうから、みたいな感じで。まあ、ほんま実際そうやな。それで、俺ってコントロールごちゃだったんで。それで、俺、投げたら、大体のボールも、一回も、キャッチャーみたいに行かずに、ずっと封じといて。それで、トリックでずっと。それ、10回ぐらい繰り返したら、俺、行けたら、もう、おこかーって。何もせず、帰った。帰ってまいったから。はいはい。これやばいから。ほんまに、やばいわな、あれは。あれやばいから、マジで。やば。
マジでほんまもう何だろう。めっちゃ、やっぱおもろい人だよなと思うで、俺はあの人ってもう、根本的に。思い出って思い出ないけど。いや、俺もあんまないもんな。うん。もう基本放置されとった人間やから、俺とかって。俺との前さって放置されて生きてきたから。うん、あんま干渉されへんかったら、親に対して。親には。ないな、怒られたもなかったもん。殴られたこと一回もないもん。俺もないわ。もしある。え、親とかに殴られたこと。あー。メジャーの。もちろんありますよ。嘘そんな厳しいメジャー。親がなんか、お母の方なんですけど、うん、なんか空手やっとって。達人芸。達人ではないですけど。有段者みたいな。一応なんか。やばいな。帯っすか？ああ、黒帯みたいな。はい、帯もしけ。持っとって、小学校の頃だったんですけど、もうちょっとでも悪いことしたらもう、やられおったっす、ね。どこどされるの？腹毛。腹とかっすね。普通に蹴られたりもして。鉄拳制裁？マジで？やばいやん。やばいやん。ボコボコ。やばいやばいっすからね。そんな家で。鉄拳制裁でほんまに。はい。お父さんにはやられへんかった。特にっすね。いや、お父さんの弱い、立場。いや、そんなこともないっすけどね。まあ、そうでもないやな。はい。でもやばかったっすね、子供の頃は。やばいな、それは。俺はそんななかったもんね、ほんまに。ほんまになかったな。うん。こしょ俺、もうあんま記憶ないな、殴られた。俺とかだったら、一番あったら、鬱陶しいな、思ったの。トイレ閉じ込められたぐらいで、ほんまに。あ、それはないわ、俺。俺はその、お前ここ、もう、トイレって、俺らの、その、実家のトイレって、その、なんだろう。外側から鍵閉める仕様なんやって。おかしいよね、その辺がもう。あ、普通、トイレって、内側から鍵閉める意味ないやん。意味ないやん。いつ外側から鍵かけるときあんねん、みたいな、ことなんやけど、でも外側から鍵かけるシステムになってんで。あれな。で、そこは、言ったら、もう、外側からかけられて、もう、行かれへんわけ、出られへんわけ。あ、みたいな感じで、もうなんかその、悪いことしたら、もうここ入っとけみたいな感じで。俺もうあれやかな、普通に窓が抜け出しとったから。普通に。それ窓が抜け出して、俺あの、玄関の、ペンパペンパペンパ鳴らしまくって、蹴って、あの、ネットとかのブーンやって、もう迷惑かけたって、出てくるやんか。出て俺逃げて、みたいな。もう暴れよ、みたいな。俺に暴れんかったら何回もやり続けるからな、みたいな。近所迷惑なこと叫び続けるからな、みたいな。お前らと恥かく、みたいな。俺この迷惑何して悪いやぞ、みたいな。大丈夫です、気がする。俺に頭下げてこいよ、みたいな。恥かくお前らやぞ、みたいな。強い。もう向こう。こういうタイプ。いや、もう、俺のとも仕方なく、もう勝てんな、みたいな。そのところ、そういうのがあって、あ、もう勝てへんな、みたいな。もう、俺が、高校行く頃には、俺に対して何一つ言ってこんかったからな、もう。ほんまに。多分言ってへんかったな。閉じ込められるか。まあ、何も聞いてなかったけどな、正直。だって俺、一回、なんだっけ、旅行行った時やばかったやん。ああ、やばかったな。いや、旅行行った時に、その、なんか釣り行くみたいな感じで、マイスさんと俺と、その、俺のおとんで釣り行って、で、俺がめっちゃなんか切れて、切れたな。そのなんか喧嘩やったんや。いや、もうやっとるか、こんなもん、みたいな感じで。そしたら、で、俺が車蹴飛ばして、そしたら、お前もう歩いて帰れんってなったんで。旅館からちょっと離れたところに釣りがあったんやけど、釣りがあったんやけど、車で行っとうからさ、子供の子絶対帰れへんわけよ。で、その当時の俺子供の時でも、やっぱ俺口出しちゃったやん、多分。なんか帰れるやんなもん、みたいな感じで。車何回も切れてました、俺。あ、関係ないやろ、みたいな。なお前の帰るやん、みたいな感じで。ああ、もう帰ってるやん、みたいな感じで。死んだ思ってたから、もう子供一人残すこと考えずに、旅行先で。もっと言う誰もないとこで、あ、俺のこと、マイスターが譲れて、旅行帰ってもないで。俺残して。そうやな。よくやばい、あれって。よくやばい、やばい。考えたら、こちら、東京に行ってやで。東京で。まあ、東京がまあ、近いけど。いや、まあ、分からへんけど、そう。ほんまに、分からへん。絶対、旅館から絶対歩いて帰れるのに距離ちゃうのに。1分ぐらい車で行く。そう。ところに、一人残して、どうやって何歳とか忘れたけどな。いや、あれ、まあ、小学生ぐらいの。俺が小6ぐらいの時やけど、行ってもないで。マジで食べました。で、俺、その時、それで、その頃俺はもう、なんのはずみたいな感じだったんだよ。で、俺はもう適当に歩いとって、で、なんか。小6で？そう、小6で。やばい。小6で。取り残されてん。そう、取り残されてん。で、歩いとったんやけど、そう、なんやろ。途中でなんかおじいちゃんみたいに出会ったんだよ。で、俺、おじいちゃん楽しくなって、何しに来たんだよ、みたいな感じで。いや、俺も兵庫県から来たんやけど、みたいな。それでなんかさっき男も喧嘩して、蹴飛ばしちゃったんだよ。ほんで、俺さ、残されたんだよ。いや、もういい、帰るの分かるんか、みたいなって。いや、分からんけど、まあ、もう何とかなるわ、みたいな。ほんまに、余裕やみたいな言うとったら、言うとって、俺その人、おじいちゃんめっちゃ息を起こして、そのおじいちゃんの車で結構俺、どっかいろいろ行っとったやん。嘘。ほんま。結構、それで、その頃、俺のお友は旅館帰れやんか。そしたらおかんにめっちゃ切られて、何しとんやんみたいな。この子じゃどこにおるやん。あ、どこにおるやんみたいな。で、怒られるから。急いで、釣り軍とか戻ったやんけど、俺もその子におれへんなっとったやん。そのおじいちゃんとおったから一緒に。それで俺のとうわ、どこ行ったんやんみたいな。で、その当時言ったら携帯なんか誰も子供持ってへんやん。あ、持ってへん。だからもう、ずっと探しちゃったけど、俺も、それでおじいちゃんとかに、そのおじいちゃんに、あ、そろそろもうなんか帰るわ、みたいな。旅館でこういう場所なんか知っとるみたいな。
あー、行くわかるわかるみたいな感じで、俺一人でその旅館借りたから、それで、で、おかんに、あー、借りたみたいな感じで、いや、お父さんどうしたんやみたいな感じで、いや、知らんみたいな。その頃、ずっと探しまって、携帯ないから、連絡もつないから、何時間も探しまって、折れへんかったって感じで、俺その頃温泉おったからな、もう。あいつ、笑ったな。やばいからな、俺のほんまに。まあ、やばいわな、ほんまに。美味しい。やばいっすね。涙もやってもらったからな。ほんま頭違うと思って、やばい。ごつ汗もとった。ごつ汗もとったら、ほんまに。あ、そうだな。やばいわ、ほんま、当時。やる声がごっついっすかね。で、俺結構なんかそのピンチみたいになっても、なんやかんやん。全部、結構楽勝で切り抜けてたタイプだからな、ほんまに俺って。ピンチ系。うん。半端な。なんかやっぱそのピンチに強いんかもしれん。ピンチを楽しんどる感が若干ないと俺って。ああ。悪いことバレたときに、うん、うわ、これどうなるやろ、ここ切り抜けてやばないかみたいな。ああ。このスリルを楽しんでる若干自分おれんって。このスリル切り抜けたらどうなるやろみたいな。えぐいっすね。あ、ゾンビおるな。したか。いや、あれはほんま俺もやばかったな。やばいっすね、ほんまに。まあ、覚えたわな。まあ、俺のゾン見たらほんまビビる思うで。ほんまその変わり具合に。性格の。まあ、変わっとうわな、おかしいもん、ほんまに。やっとことする、言おうとしたこと、発言もやばい。やばいな。あ、もう俺ビビった最近で、ね、一番ビビった人やったら葬式の時やな。あれやばかったよ。葬式やばいな。あれやばいやろ、ほんま葬式の時も。葬式で普通さ、普通に考えたら、まあ、結構もうまあみんなやったらもう静まっとう時やん。あ、で葬式でそのおじいちゃんがその死んだやん。うん、でまあ普通葬式の時ってみんななんかその静かにするやん。うん、でそのなんだろう、葬式の終わった後のそのもうなんか旅館みたいな、その、うん、とこ泊まって、旅館というかなんか葬式場みたいな、会館みたいなとこ泊まるやん。泊まって、そのなんかその、寝ずに基本的になんかその、あ、なんかおるやん。そう、その線香あげて、おるやん。うんうん、夜の7時に一人寝よったから、一人布団出して、みんな子供とこれやんて、みんな。俺ら。もう若いやつみんなおれやんて。何十人おる前で、一人ドローンとその部屋で、布団なんかバーン出して、何しようみたいなのないけど、いやもうわし寝るわみたいな言い出して、一人それじゃあ逆、でも、その布団は、もういや、それふざけんなみたいになって。そうそう。いやもうそれはあかんからみたいな。で、布団を閉まったわけよ。確か俺らかな、誰かで。閉まって、その時座布団として寝よったやろ、また。で、みんなまで引っこけたよ。そうだよ。寝た時やろ。やばい。寝た時に、すごい空気になったよ。やばい。多分、その朝の、多分6時か、7時で、飯時ぐらいやって、で、なんかみんなテレビをかけとって、テレビ、なんか目覚ましテレビなんか見とって、で、バーって見とって、まあ、そのもう、全然寝てへんから、頭ぼやけた状態見とって、いきなり、シーンになったわけだ。ベッシャーがなんか運ばれてきちゃって、めっちゃ、なんか空気的に誰も喋ってへんし、なんかシーンってなった時に、ブーみたいな、めっちゃでかい。めっちゃでかい音があって、で、もうそっから2、3秒沈黙が流れて、うん。なんも誰も声を発せへんかった。うん、やばい。もう、それはスルーみたいな。もう堂々しようから、ほんまに堂々しようから。堂々しようから、逆にもう何も言われへんみたいな。もう別格やねん、存在だから。ほんまに。もうやばかったな、いや、あの人はほんまおかしい思うで、俺はもう。いろんな部分が。なんか人としてなんか大切な部分抜け落ちとる部分もあるわ、ほんまに。多くの部分、ほんまに。やばい、ほんまに。こっちはより多分ネジ外れとるかもしれないぐらいのレベルや、ほんまに。腰山超えかもしれん、もしかしたら。やばい。な、俺は、あれは反面教師にしようと思っとくな。あの父親像だけは俺はほんまにビビっとんもん、ほんまに。すごいもんな。やばいな、あれは。俺もあのレベルは見たことないもん、あんまり。いや、ぶっ飛んどやろかんねえ。出会わへん、あの普通に、いや、過ごしとったら。おらへん、思うやんな。よし。やばいっすね、ほんまに。葬式もだって、あれやからな、なんか、葬式の時って、なんか、名前がバンって出ると思うやん。でかい、なんか、札というか、なんか、あれやん。置物みたいな名前ダン、こう、花を持ってきてくれた人の名前がバンってあって、で、そのでかさとか一応あるやん、あれ。うん。で、でかさとかって、威厳っていうか、その、うん。そうそう。レベルによって変わるやん。うん。その、衆議というか、なんかその、書かれる、俳句みたいな書く神みたいなところに書かれたやん、なんか、何々様みたいな。あれの大きさって言ったら、その、重要人物であればあるほどでかいやん。うん。それの大きさでごちゃ切れよったから。こんな小さな時あるかみたいな。あ、やったな。やばい。わしの大きいやろみたいな。それやばいな。やばいと言うとこほんまに。やばいから。葬式中にそれ切れたやん、その企業なんて。こんなおかしいやろみたいな。わしのはもうでかいやろみたいな。やばいから。そういうことか。うん、そうそうそう。自分、小さかったから。自分の方が小さかったから。そうそうそう。それなんか、いや、その人より俺の方上やろみたいな。
いや、その人は、なんでその俺小さいみたいな名前が。そう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 。すごいっすよね、なんか。いや、やばい、ほんまにやばい。ほんまそんなんや。聞く限りも。いや、俺が、その、ほんまにビビったんが、その葬式で、その、あれやん、その、棺桶で、その、焼くやん。焼いて、その、焼く前に顔見て、じゃあ焼いた後かな、あれ。骨になって、で、まあ、その、あれを見るやん、骨になったやつを。見て、普通その時にもなんかもうほんまにしんみりしちゃう感じやもん、全員がもう黙ってなりますね、なっとって、うん、でそこのなんか葬儀屋の人がおってそこに、うん、でその俺のおとんが、うん、なんかパーティーって誰ももう何も言ってへんじゃん、もう言ったらほんまにしんみりしてなんかもうなんかもうああみたいな、なんかもうみんないた思いにふけっとんみたいな感じの時に、うんうん、でその葬儀屋の人がパッとおって、うん、でお父さんがおって、うん、でいきなりパーって歩き出して、うん、これ燃えた後なんか、これ何言いますみたいな。これ生で何言うみたいな感じで。やばいな。これ何ですのみたいな。そう。ほんまやって。じゃ何言ったんや、でもそれらしいこと言ったん。確か。いや、違う、俺その後に。ビビったからね、俺その後にバスで出した時に、これ消えた見たかみたいな。あれ、すごいなみたいな感じで。いや、笑っといて、こっち笑っといて。やばいからね。いや、まあまあ、やったことやばい。やったこと、ほんまにもう。すごいというか、もうビビったこと聞いたこともんな、俺もう。いや、これあかんやろ、みたいな、完全に。それ言ったら、全員おるんやね、しかももう。親族の人が全員。おる、だから一人、ただ、あた、まあ、聞きに行きようだからな。いや、そんなに、ほんま、そんな感じ。ほんまにも、ほんまに。デリカシーじゃないというか、半端ない。そうやったら、そこでそんな言えへんやん。絶対言ったらどうなるかがわかるやん。いや、あかんやろ、みたいな、そんな場合じゃないし、みたいな。いや、そういうタイプの人おるよね、でも。いや、見たことないけど。おらへんよ、そんな人。見たことないけど。普通に。普通、なんか空気読むというか、わかるやん、その空気ぐらい。もう、いや、絶対そこ触れてあかんというか、いや、そんなん言った場合じゃないやん、みたいな。やばいからな。すごいな、すごいです。なんか話題がなくなったかもしれんけど、その葬儀場に、向かうまでの、あれで、なんかまあ、しんみりしたことある、しんみりというか、そんな喋るような感じでもないやん。まあ、たわいもないなんか話をするなんてわかるやん、それも。なんか関係あるのような話とか、個人に対して、その関係あるような話するなんてわかるけど、いきなり、その、車バーって乗っとって、で、なんかまあ、いろんな人おるのに、なんか、そこら辺なんか食堂みたいなのがあって、あの食堂うまいで、だったら、もう関係ないから、いや、みたいな。何言い出しとんねん、みたいな。俺らからしたら。いや、恥ずかしいからやめてくれや、みたいな感じだったもん、俺も。何を言ったんや、みたいな。あの食うまいな、あの蕎麦がうまいね、みたいな。なんか言い出したんで。そう。いや、違うやろ、みたいな。やばいか、ほんまに。何言いやんねん、みたいな、これ。すげえ、ビビってもだよ。多分全員それ何も言わへんけど。いや、この人も頭おかしいやろ、思っとった思うで、あれは。やばいな。おかしいやろ、みたいな、そんな。やば。天才は思うで、あれ意味も。あそこまでぶっ飛んだから、ずぶとさがやばい。ネタになることの方かよ。うん。なんか、そこ、そういう点じゃん。腰で若干似とかな。うん、ネタになるやん、腰でも結構なんか。ほんまにズブトと思うで、あれは、ほんまに。ズブトやん。神経が。ズブトやん、あれは。考えてもなんも、ほんまに。うん。やばいな、あれは、ほんまに。めっちゃおもろいもんだよ、言うとこと、ほんまに。昭和な感じの人って。いや、昭和なんかわからんけど、ほんまに。でもまあ、もう。まあ、おもろいの確かやな、ほんまに。俺からしたら。しかも、あったやん。葬儀場でもなんか、俺らの親族が集められた部屋があって、で、なんかその、葬儀やからやっぱり、なんか、俺は確か身内だけのやつにしたんじゃん。家族。うん、家族葬やろ。家族葬っていうのをやって、で、その、まあ、身内以外でもなんかその、まあ、顔見たさに、なんか来とった人とかおって、はい、で、まあ、なんか挨拶とかもその若干しとったんやけど、その、まあ、普通には別に挨拶せえへん人とかもおって、でも、いきなり、なんか、わけわからん人、なんかあんま俺聞いたことない名前の人が来た時に、え、あの人来たったで、みたいな。うん。なんか全員その部屋に、いきなり部屋、もう結構何十人おるとこに、いや、あの人来ちゃったよ、みたいな。あいつすんよ、みたいな。全員仲良くして。全く、正直俺全く知らん人。確かなんか墓掃除かなんかしとってくれた人みたいな、なんかそれぐらいの付き合いの人の、来ちゃったのに、全員呼び出して、並んであいつしろ、みたいな感じで。やばいよ、もうそんな。全然あいつせんでええような人やビビったことかな、それはもう。やばいな、ね、俺のおかんも、いや、そんなに合図せんでええかな、みたいな。これまず、家族層だから、みたいな。なんでまず来てもどんみたいな。やばい、あの人、ほんまに。やばいからな、ほんまに。すごい思い、ほんまに。前、一人暮らした時に、自分で鍵かけてもらって、もう入れんと思って。アパートの鍵に、自分でロックしてもらって、
入られへん、助けてくれって電話かったの俺。え、どういうことだから、オートロックのとこで、鍵内側に置いたまんまに、まんまで、そう出るもんやって。もう、はい、助けてくれみたいな、入られへんから、みたいな。助けてくれ。もう、そんなんしてくる。レベル。なかなかすごいですね。うん、つわものや思うで、ほんまに。つわものでお前、すごいわな。もう、ほんま、やったことが。企画外、子供ながら分かるもんな、あの人おかしいっていうのは。あ、絶対におかしいんやなっていう。子供でも分かってます。あれやばいな、ほんまに。尊敬するってこと、俺1ミリもないことかな、ほんまに。ないな、尊敬っていうのは。うん、逆に、あそこやっぱり。あれが天才なんやろうなとは思うな。一歩間違えば、あれはほんま天才なんやなと思うな、考え方的に。あれはやばいなとは思うで、ほんまに。普通ではないもん、明らかに。うん、天才的やなとは思うけど、うん、お、できてきたな。結構口は立つやん。うん、立つな。普通の人より。まあ、俺に近いで、ほんまに。近いや、うん。そこを受け継いだ分、あれ、うん、口の達者さで言ったら。うん、口は立つけど、やっとるのだ、全然書くこと何もしてんからな。ほんまに。めちゃくちゃ。口だけみたいなのがほんまに、考えたらほんまに。実力は何一つない。カニ触ってやん。カニ触ってへんけど、うん、まあ、すごいなと思うけどな。まあ、あれはすごいな。うん、すごいポジティブさしては持っとうしな。ああ、持っとんな。うん。天性のポジティブ持っとうからな、ほんまに。やばい、あの人はほんまに。結構おもろいな。面白いでやろうな。面白くない、面白いから面白いやろな、うん。間違いなく。やったことがすごいからもう。俺はまあ嫌いじゃないで。まあその、トークで見る分には。ああ。近かったらほんま鬱陶しいけどな。やっぱり親としてはやっぱりそのあれやな。頼りない感じはするけどな、全くで。めちゃくちゃやんから。逆にあの親やったから今の俺がおるんやなと思うけどな、でも。放置してくれたおかげで。あ、逆にその怒られたら多分、そう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 、いろんなことに対して怒られるっていう恐怖感あるやん。もし多分、もし怒られ、殴られそうような。うん、人だったら、うん、もうこれやったらちょっと殴られるからこれやめとこうみたいなあれやん。うん。うん。これやったら怒られるからちょっとやめとくわみたいなのが、うん、もう俺はどっちかとそういうタイプやったけど、そのあんまりなんかその悪いことしてこへんかったからほとんど。ああ。うん。だから特に、ほんまに、なかったからそういうのは。俺は俺舐め人だからな、完全に俺。親の。恐怖とかはなかったな。親は舐めるんすか？親は舐め人だからな、俺完全にほんまに。すごいっすね、そういうとこがなんか。もう俺、中学校から俺の上は思ってたからな、脳が。俺のとこ一回俺に手段の人がやったんで。その時に俺、あったな、やったんで、その時に俺言った言葉が、俺ファイティングモードで、喧嘩するからね、どつきやっても勝てると今やったら。はっきり言ってないみたいな。そう、45歳のおっさん相手に俺が負けるわけねえやろ、こっちの強いで多分みたいな。うん。やば。ひどしんが、俺のと、ひるみよったから。俺がファイティングポーズ構えた瞬間、うん、あ、こいつガシや思うだよな。ちょっともう勝手になっとるな思うだよ、多分もう。あの頃とは違うなっていう。ああ、まあ、それはあるわね。そう。力的にもな。うん、多分遅かったよな、みたいな。手出そうとするの遅かったな、みたいな。多分手出されたもんないわけやから。出そうとした時には俺も強なっとるからな、すげえな。もう、いけいけやからな、ほんまに。うん、やるんか、みたいな。そうやな。うん。殴れるんか、みたいな。俺殴れんぞ、みたいな。レベルやったら、ほんまに。だから、その時点で親より強かったの。もう立場はその時点で逆転しとったから。俺、父親をなんか尊敬しとる人がおるけど、俺ほんまにないもんな。うん、信じれへんな。ほんまに、俺も。反面教師としてのすごい、でも一人で会ったこと確かやな。まあ、すごいな、あれは。うん、逆に。でも、タバコとかやめるじゃん、すごい思うけどな、あれ。まあ、あの辺を。なんか。オッケー。今回は、まあ、畑のこれ、できたのと、あと、ここ家の土台がだいぶできましたね。あまあ、なんかサウナ状態じゃないけど、その床暖房状態。うん、そうそう。まあ、それ読んだんじゃないけど、これなんか完成した時見たら。かっこいい、見た目的に。いや、わかんねえ、ほんまに。おまた。庭的に見したら、ね、おそう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 。ここにはだから、これな、ちょっとな、俺がその、見たやつ見たら、うこ、かっこええな、思ったっていうのあってんねほんまに。まあ、ちゃうなっていうのが一個あったから。これだけで違ってくるんや。そう。これ、プラス、ちょっと俺、あんねん、傷が。段差をつけるってことやろ、でもこれ、多分。そうそうそう、段差ももちろん。だから、そう、浮くねん。登るっていう。そう、ここで浮くねん。だから、ここの一等技に浮くねん。あーあー。この、すげえ。この石のところが浮いていくみたいな。あで、ここでちょっと若干浮いた家があるみたいな。うん、で、さらにそこでまた一個工夫があるやんけど、その工夫が俺は活かしとるなと思った。ああ。俺、草食べんなよ、羊。はい、とりあえず今回は、これで終わって。まあ徐々にですけどね、進んできてるんでね。まあこのペースで、楽しくやっていきたいと思います。じゃあ終わります。ありがとうございました。よっしゃ。よっしゃ。